こんにちは、くらです。今日は私の両親に私の受験期の頃の話を聞いていきたいと思います。私は現在早稲田大学に通ってるんですけど、もともと大阪出身で急に早稲田大学目指したいって言って受験勉強を始めたんですね。でも私の元に届く相談で、やっぱり親が許してくれませんとか、金銭面とか学力面とかで反対されなかったんですかっていう質問がよく来るんですね。なので今回はその両親がほんまどういう風に思ってたのかとか、子供がめちゃくちゃ高い目標を持ってた時にどう思ってたかとかを聞いていこうと思いますので、ぜひ受験生のお子さんを持つ保護者の方にも届いたらいいなと思っております。それでは早速やっていきます。はい、ということでこちらが母と父と愛犬のチロちゃんです。よろしくお願いいたします。ということで、じゃ早速家族構成は、私の1個下に妹がいます。妹は今回は出演なしということなんですけど、じゃあまずは今回はまず質問をしていきたいと思います。まず1つ目の質問は、私が東京の大学に行きたいって初めて言った時に率直にどう思ったっていう、その反対されへんかったわけやんか私は。でその時に心の中ではなんかどう思ってたのかなっていうのを聞きたいんやけど、どうでしょうか。で父から行こう。じゃあ最初正直と思いましたねと思いました。ほんで、まあ大阪の大学に行くもんだと思ってましたので、せやな、えしかないです。だけかい。以上です。内容薄っ。次母は一言目にまず言われた時に寂しいって言ってんけども、とにかく離れることが寂しいっていうよりは、大阪から離れて家族から離れるっていうことを決めたことが寂しかった。あんたは平気なんかいっていうね。そうやね。そう、みんな寂しいのに、まあ、自分は平気っていうのが寂しかったってこと。うん。じゃあ受験云々よりも遠くに行くことが寂しかったと。え、じゃあその受験することに対しては別に何も思わなかった。その早稲田目指したいとか、それが反対する理由にはならんかった。2人とも。僕は子供の意見を尊重するタイプの人間なんで、子供が行きたいというところであれば否定もしません。まあ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 、はい、そういう方針でやってきました。そうやった。はい、緊張してます。次、母は。自分がピアノ教えてたから、なんとなく自分と同じようにその音楽の道に進むのかなって思ってたのに、まず勉強で大学に行くって一番最初言われた時もびっくりしたけども、じゃあ音楽に行けへんねやって諦めて、そっから高2の多分3月ぐらいかな、初めて東京の大学受けたいねんって言われてびっくりして、え、大阪からもおらへんなんのって、なんかいろんなことを諦めさせられてた。あー、諦めさせられた。まあ今まで確かに自分で何かやるって決めたことは別に反対されようが突き通してきたよな、どっちにしろ。そういうとこあった、うん、もう反対してもみたいなとこあった。もう小さい時からこの子はもうこれと思うことは突き進むタイプやったんで。せやな。反対しても無駄言うのはもう分かってた。なるほどなるほど。だからまあ正直寂しいとかあったとしても、まあ尊重してくれたっていうことですね。そうですね。じゃあ2つ目の質問いきます。正直早稲田に受かると思ってましたか、この質問。まあ、正直その目指すって言ってた時なんかさ、全然勉強してなかったから、もう普通というか普通やったやんか。それでも早稲田大学って言ったらはってなってたからさ、それで正直受かると思ってたか、あ、落ちると思ってたか、どっちっていうのを聞きたいかな。まあ正直言いまして、私は子供の学力がどの程度なのか把握してなかったので、せやな、早稲田なんて無理だろうと頭の中では思っておりました。そんなん思ってた。はい。だってさ、私の学力どのぐらいかもしれないし、早稲田大学がどのくらいすごいかも正直分かってないよ。そうですね。受かると思ってた。いやー、思えへんでしょ普通。思ってないんかい。普通はね。普通は思わんか。うん。むしろ落ちてくれた方が、大阪におれて。大阪行っててくれたら嬉しいよなって。うん、やばいなこれ。けどまあ、でもその受験期の時そんなん言ってて一切知らんかったから私は。普通になんか応援してもらってたし、でなんか自分はさ、受かると思ってしかやってなかったし、絶対受かると思ってたわけやから、そういうの思ってたのは知らんかったし。でも言えませんね、親として。まあまあ言ってくれへんかったのはでも良かったと思う。結構相談で届くのは、なんかそこ行きたいって言っても、そこは厳しいからもうちょい下のとこにしたらとか言われる子もやっぱりいてるみたいで。でもやっぱり私はまあいいのか悪いのか分からんけど、何もそういうの言われへんかったやんか。無謀やねんね。まあ、ある意味無謀で、それに自由にまあ挑戦させてもらったよな。けどその不安やった、やっぱり落ちるんちゃうかってなってさ、ラッキーと思ってたかもしれんけど、それと同時に私がさ、めちゃめちゃ落ち込むとかそういうことは考えへんかった。まあ仮に早稲田を落ちたとしても、絶対まあくよくよはしないだろうと、そんなに落ち込まないだろうと。あ、じゃあそこに対して不安なかったよ。落ちたら。あ、そうなん。でもさ、これ最後あかんかったらどうする、なんて声かけるって話したよな。ありましたね。
不安やった。心配でしかないよね。心配しかないけど、でもその心配やねん心配やねんって言っても、本人があんだけ勉強してんの見せられたら頑張れって言うしかなかったかな。まあ、正直受かると思ってなかったも、それを口に出さずに勝手に心配しとってくれたと。でこっちはそんな思われてるも知らず勝手に勉強頑張れたという、まあ、そういう感じでした。じゃあお次行きましょう。はい、じゃあ次の質問は、勉強面での不安要素ってあったっていう。ありましたね。家庭内だけの勉強だけで受かるもんなん。勝手に勉強しててそれでほんまに成績上がんのかって思ってたって。独学でね、うん、ほんまにいけるんかこれっていう、はい、その不安。なるほどなるほど。母はストイックすぎて怖かった。あー、まあ確かに気が狂ったように勉強はしてたかも。確かに。あ、じゃあ不安要素としてはこれでほんまに成績伸びんのか、一人でやってて大丈夫なのかっていうのと、やりすぎなんちゃうかっていう不安ね。ちょっと聞いてもおかしなるんちゃうかっていう、うん、なるほど。じゃあお次不安要素やねんけど、それは今勉強面の話聞いたけど、そ、受かってから東京出てからの不安要素はどういうところや。親元から離れ、今までね実家暮らして、せやな、さ離れたことないのに急に一人になって急に東京行ってっていう。そうやね。だからまず学生寮があるって、そこやったら割とちゃんと寮母さんがいてはって、ご飯付き、そう朝晩ご飯付き、うん、で女子だけの学生寮やったらいいよってなったやんな結局。そうやね。そこやったら安心やし、そうそう、そこに行くやったら東京でもいいよみたいな話になったよね。うん、じゃあ次にこれもよく相談で届くのが、私塾行ってなかったとか言ってたら、なんかそういう金銭面での相談とかよく届くねんけど、私のところもその地方から東京に出てそれだけでも高いのに、私学でめっちゃ高いから、そういうところで反対される子がいっぱいいるみたいで。でもそのうちだってさ、めちゃくちゃ裕福とかじゃなかったけど、そういう金銭面での不安はなかったのかっていう、そういう質問です。中古行かしてあげられへんことはなかったんやけど も、まあ、行かん方が、まあ、そうだから、まあ、そういう経済状態やからこそ、でも私はその結構お金心配の視聴者さんがどうしてるのって言われるんやけど、奨学金をね借りてるんですよ。そうやね、目いっぱいね、目いっぱい借りてますお前で、だからまとめると、奨学金を第1種とか第2種とか、あの早稲田独自の奨学金とかいろいろあって、そういうのを借りたら、まあ、なんとかなるやろうみたいな雰囲気があったんですね。そうですね。でそれでとりあえず借りるだけ借りて、でそれで今実際学費と家賃はそこから払ってたりしてて、でもその初めにいるの結構あって、入学金とか、あとは滑り止めの併願校にも入学費だけ先に払っとかなあかんみたいなことがあったんですね。だからそういうので結構初めにガッてきた時はちょっとびっくりなとこあったよな。奨学金とかまだ入ってくる前の、そう、ね、そういう払わなあかんのが結構あった時はちょっとびっくりみたいになってたみたい。早稲田は割と遠くから来てくる子たちに対して手厚いよね。そうだから意外と、まあ、借りればなんとかなるやろうっていう感じで、まあ、やってみないとどれぐらいは違うお金かかるかもわからんかったし、そういうので、まあ、結構その初めからお金の理由で全然そのあかんみたいなことはなかったですね私たち。じゃあこれ最後なんですけど、そうやって私みたいにちょっと無謀な挑戦じゃないけど、地方から東京行きたいとか、急に学力全然まだ足りてないとこ目指したいと思ってる時に、やっぱり不安になる保護者の方が多いと思ってて、やっぱり親にやめとけって言われるけどどうしたらいいかとか、そういう悩みとかもいっぱい来るから、そういう保護者の方に向けて気持ちはわかると思うから、それについて話してほしい。保護者の方々にメッセージとしましては、受験は親のためではない、お受験生本人の生き方なのである。そんなね偉そうに言える人間ではありませんけども、本人の生き方として見てあげてください。それでも不安なお母さんの気持ちも分かるやん。だって分かるよ。だって不安やんだ。保護者さんが心配されてることっていうのは、親やから子供が失敗するかもって思ったら失敗してほしくないし、うん、そういう失敗することなく成長していってもらえたらいいよなっていうのは多かれ少なかれ思ってると思う。たださ、やりたいって言ってることをやめときって言ってやめる子じゃないし、やらんと諦めて、で後からやっとけよかったかなって思うのが一番嫌だと思うねんな。だからもうその失敗したってとりあえずそれを成長につなげていけたらいいんじゃないかなと思うから、失敗したとしても、いやでも自分はこれだけ頑張ってんって思えるだけのことをして、でもしあかんかってもそれは絶対納得できると思うから、
だから保護者さんは応援してあげてほしいと思う。そうだから自分の子が大学受験もうちょっとこうした方がいいんじゃないかとか保護者の方でたくさん思う方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ、やっぱり放し飼いで育てられた私からすると自分で考えてやる力っていうのはすごく大きかったなと思うし、多分何も挑戦しやんかったら、いやあの時やらせてくれへんかったからとか東京行かせてくれへんかったからとかぐちぐち言ってて人のせいにばっかりする人になってたかもしれへんから、全部自分で挑戦したら全部自分次第じゃないですか。それでも落ちてたら自分の責任やし、完全に誰に火をなすりつけることもできないような状態になってたから、そこは良かったかなと思います。私自身は全部自分でやったからこそさ、誰のせいにもできへんかったけど、もし彼に、まあ、やめとけって言われてやめてんでっていう風になれば、その先挑戦しなかった自分じゃなくて挑戦させてもらわなかったことに対しての、まあ、言い訳になってしまうっていうのは大きいなと思う。逆に逃げ道を作ることになってしまうこともあるかもしれへんね。うん、全部自分次第で何とでもなると思うし、まあ、それをまあ支えてくれるというか、まあ、何も否定せずに育ってくれたから良かったなと思います。はい、これで今回の内容は以上になります。この動画が良かったなと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラムと公式 LINE のお友達追加お待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。